4月2日と3日の速報ということでね、えーまあ、投稿されるのが11月なんでね、えー、速報というあれではないですけどね、えーまあ、緊急事態発生ということで、これはもう阪神といってはもうしょうがないというか、あれですけどね。さあ、まず4月2日土曜日、東京ドームということで、伝統の一戦ですね、えー。先発投手が小幅一平投手、阪神。そして、えー こちら巨人の方は山崎伊織投手ということでね、えー、っとですねこれはもう、まあ、小川一平投手も序盤からちょっと失点を許してしまってというところでは、まあ、あるのかなと思うんですけどね、ただ、えー、巨人の投手陣というのも、まあ、そこまでいいというわけではないんですよね、えー、点コーは4点しか取られてないんですけども、被安打が10と、 そ、えー、そこそこ打たれてるんでですよねなので今、ちょっと打線がちぐはぐな阪神ではありますけどもこれがもし仮に他のチームさんだったり、まあ、調子のいい時の阪神であれば、えー、これも逆転しうる状態だったのかなと思います、えー、9回、ねえー、反撃見せて、ね、糸井選手のタイムリーで1点差に迫った場面があったわけですけども。 えー、そこからね、佐藤輝明選手がね、まさかのね、シ、え、ョートラインのデッツということで、まあ、これだけに、ねえー、なってしまったっていうのは本当に非常に残念なね、えー、試合だったかなと思います。さあ、中日対広島です、えー。珍しくもですね、栗林投手がね、中2回打たれちゃいましたね。まあ、栗林投手が打たれるならしょうがないかなと思います。そして、大島でしたね。傭、え、兵、ー、というね、えー、背番号でこう挑んだわけですけども、この大島洋平選手がですね、 えー、打って走って守っての大活躍、総攻守にわたって、ですね、えー、一番の活躍をこう見せてくれたんじゃないかなと思います。えー、負けた広島からしてもねいい材料あったかなと思いますね。聖、え、火、ー、の選手のねプロ初ホームランがあったりと、えー、結構、互いにとっては充実したそんな1試合だったかなと思いますね。まあ負けたっていうね事実はありますけどそこまで、ね、悔やむ必要は多分ないんじゃないかなと思いますね。 楽天対ソフトバンクは残念ながら、雨天中止ですね。さあ、パ・リーグです。ロッテと西武ということで、ZOZO ゾゾマリンスタジアム。えー、ロッテの先発は2桁投手。えー、西武の投手は住田千尋投手ということでの流れ上げ始まったわけですけども、えー、住田投手はですね、えー、5回3失点。えー、まあ ここまでというか前回のオリックスへのピッチングはね、まあ良かったとは思うんですけど、まあロッテ打線ということもありまして、まあ序盤の3失点ですね。えー、中盤の3失点というのはまあちょっとあれかなとは思いますけども、まあ全体的にまとめたピッチングだったかなと思います。ただ問題はリリーフ陣ですね。 えー、このリリーフ陣がもう一気にこの隅田千尋投手の地に陥ってしまったというところかなと思います、えー、ロッテ打線は打線が活発ですね、えー、レアード選手がですね、えー、先制のホームランを踏んだ後マーティン選手、犠牲フライそして、えー、5番キャッチャー佐藤俊也選手ですねもうあれですよね打てるキャッチャーとしてのもう魅力が詰まってますよね森選手だけじゃないんですよ所有、えー、的に4番キャッチャー佐藤俊也選手なんていうのがね見られるかもしれません、えー、また 打線の方を見ていきその他の打線を見ていきましてもですね、えー、非常に触れている打線かなと思います、中村翔吾選手がですね、えー、どうやらコロナ陽性者ということでね離脱というところになりそうな感じがするんですけども、えーまあまあ、その代わりにね安田直徳選手がですねきっちり起用に応えるバッティングを披露したりとでセカンドにおいてもね、まあ、あの内野手で、ね、福田選手とか平沢選手とかエチバリア選手とかね まあ、いますので、まあ、そこまでの、まあ、影響っていうのは、個人的には、まあ、ないのかなと思いますね。まあ、なんとかロッテはね、やっていけそうな感じはします。さあ、えー、オリックス対日本ハムなんですけども、これぞ強いオリックス、昨年の発射チームっていう感じじゃないですかね。 えー、オリックスの先発はですね、え、山本義信投手、日本浜、伊藤博美投手、山本投手はもう悪のピッチング、7回無失点の高投で今季2勝目ということで、もうこれは文句の付けどころがなかったかなと思います。ただ、少し球数が粘られてたシーンもあったので、まあ個人的にそこがね、えー、山本投手にとってはちょっと悔しい存在だったかなと思います。えー、久々に打線の援護があってですね、えー、バレラ、 選手そして太田亮選手、福田周平選手のタイムリー、そして宗選手もタイムリー、そして紅林選手のタイムリーと、とそして吉田選手のタイムリーに杉本選手の犠牲フライということでね。 えー、まあこれ見ていくとですね、大体主要メンバーっていうのは全員打ってますね。特にクリーンナップ、ここがね、えー、回答してきたっていうのはいい材料じゃないかなと思います。ちょっと会話響いてなかったね、特に吉田選手や杉本選手のこのね、えー、両コンビが、えー、打ち始めてきたっていうのはね、まあちょっといい材料だったかなとは個人的には思いますね。はい、えー、続きまして、えー 4月3日に入りまして、えー、巨人対阪神ですけども、先発が、えー、ガンケル投手と赤星選手ということでね、な、え、ん、ー、とか連敗をストップさせたい阪神はガンケル投手だったんですけど、邪魔からいきなりね、えー、誤算でしたね、えー満、満塁というチャンスを作った巨人なんですけど、ワンアウト満塁から中田翔選手のまさかのここでグランドスラムがね、えー、飛び出しまして。 先生、えー、に成功するということで、まさかのね、えー、あれだったかなと思うんですけど、まあ、全体的に関係のル投手、ちょっと変化球が甘すぎましたね。まあ、あの、変化球というかですね、ちょっと制裁書いてると、まあ、そこは中田翔先生に捉えられてしまうのかなと。まあ、これが2019年の打点を中田翔というところじゃないですかね。はい。ま、よくわかりませんけどね。はい。2019年じゃない。2020年でしたね。これは大変失礼しました。2020年の打点を中田翔って感じはしました。 さあえー、と阪神も、ね、結果的に後半にな、ね、んとか反撃をこう見せていって木浪選手と、ねえー、梅野選手に、ね、ホームラン、2者連続が生まれていたわけですけどもあの序盤の、ね、グランドスラムだったりあの後半の7回のあの4失点というのが非常に余計だったかなと思いますね、あの吉川選手の、ねえー、操作一走となるタイムリーツーベースここでも本当に決着がついてしまったという感じだと思いますね。 さあ、ヤクルト対 DNA はこれも右転中止ということで、まあこれはもう致し方なくてですね。はい。そして中日対広島なんですけども、これ柳投手が文句のつけどころがなかったですね。えー、ただ、広島の遠藤投手も6回1点のコーを見せただけに、打線が全くの無言語だったっていうところで。まあちょっと広島打線がね、ちょっと疲れ始めてきたっていうところはあるかなと思いますね。 ま、これは、ま、柳投手を褒めるべきだと個人的には思いますね。9回8度3し、9回にね、えぇ、ー、ワンウト2塁1塁というチャンスを作ったんですけども、まさかのマクブルーム選手がここでゲッツを放ってしまうとは誰も思ってなかったことでしょう。さあ、オリックス対日本ハムですね。えー、オリックスの先発が、え宮城投手、そして、日本ハムは河野投手ということで、投げ上げ始まったわけですけども、えー まあ、昨年ほどではないんですけどね、宮城投手もね。えー、前回当番もあまり良くはなかったんですけど、ただ今回は結構ね、割と試合まとめてくれたかなということでね。えー、6回2失点の投球でしたね。えー、っと、しかしですね、えー、なかなか援護がもらえなくて、結果的に点が入ったのは5回ですね。なんとか追いついてもらったわけですけどね。で、勝ちしたのはね、8回ですね。まあ、ちょっとここがね、ちょっと心情の際のよくわからないところで、レバい選手をね、目の前でこう、えー、 まあ、敬遠したわけですね。で、そのクレバシ選手が2塁にこう、盗塁して、えー、吉田選手のね、えー、タイムリーにこう、繋がったということで、これ吉田選手はもう完全復活と言っていいかなと思います。なので、あとはね、えー、杉本選手がどこまで、えー、復活してくれるのかっていうところだと思うんですけどね。まあ、この辺はあまりね、打線をね、いじらないようにしていただければなと思いますよね。まあ、杉本選手がね、伸び伸びこう、バッティングできるように。まあ、そこをね、 えー、周りがこう固めていくっていうのが、まあ一番いいんじゃないかなと思いますんでね。さあ、ロッテ対西武ですけども、これも佐々木朗希投手にもう完膚なきというかですね、もう脱帽ですね。えー、8回1時点、えー、しかも、えー、99球吸え、なんと13奪三振っていう、まあ、まあ、省エネピッチングですよね。三振をね、あれだけ奪ってたのにわずか99球なんですよね。まあ、驚きもないかなと思うんですけど、まあ、99球だけだったらね、 えー、9回も行けたような感じはしたんですけどね。まあ、あの、次を見据えてってことだと思います。まあ、その後の出てきたね、9回の増田投手がね、ちょっと危なかったですけどね。えー、まあ、ピンチ作っちゃって、まあ、きっちりタイムリー打たれちゃったわけではございますけどね。えー、まあ、きっちりタイムリーというか、まあ、チャンスというかですね、2アウト1塁からですけどね、えー、まあ、栗山選手のタイムリーに、まあ、繋がっちゃったということでね。<laughs> まあ、増田劇場というところじゃないかね。はい。 はい、ということで、今回の動画は以上ですけども、皆さんいかがだったでしょうか。えー、阪神がね、えー、セ・リーグ、えー、ワースト記録となる9連敗ということで。まあ、これはもうどうしようもないという感じかなと思いますけどね。えー、まあ、なんでしょうかね。去年まで、えー、盗塁数がまあ最も多かった阪神なんですけど、その機動力というのがちょっとなくなってきてるのと、まあ、打線がいかんせんちぐはぐなんですよね。 えー、チグハグな上に投手陣がですね、えーまあ、先発陣そしてリリーフ陣が完全崩壊してしまっているこんなチームが勝てますかと言われたらこれは全くのノーでございます、えー、ですので、まあ、少しちょっと考えてみました二軍戦でねウ川選手がですね、えー、きっちりこの3日の試合で2ォーマー放って、まあ、サヨナラ勝ちに貢献しているんですよなのでヨ川選手を一軍に昇格させるというのがまず一つですねで 4番か3番かっていうところなんですけども、個人的に糸井選手もね、えー、この、 なんでしょうかね ?9 連敗してる中では比較的当たってる方だと思うんですよね。まあ、ホームランも放ったりタイムで打ったりっていうところですけどね。うん、そして何故に9試合連続ヒット中の大山選手。これをね、えー、上位で使わないっていうのがもったいないということで、なんで序盤がね、えー、7番スタートだったのか個人的にはよくわからなくてですね。えー、きっちり打点もね、上げてたり、まあここぞという場面で打ってくれてるんですよね。まあこれをね、もう少し上位で使う。まあ3番とかですね、4番とかで使うっていうところですかね。 でまあ、佐藤輝明選手も、ねえー、打率3割近い数字残してくれてる、まあ、タイムリーもね、タイムリーというかしっかり打点も稼いでくれてるというところは、ねまあ、あるんですけども、まあ、いかんせん、ちょっと、ねえー、打線がかなりちぐはぐな状態なのかなと個人的には思います、まあ、そこをどう組み替えていくのかというところかなと思います1、まあ、番、近本選手というところは、ねまあ、ここが、ね、きっちり、まあ、リードオフマンとしてということなんですけどね えー、そうなんですね、この盗塁ワースト記録っていうのは、この近本選手がまず盗塁してないんですよね、1回失敗しただけなんですよ、まあ、ここと、あと中野選手、ここもねまだ2回しか盗塁、えー、試みてなくて、まだ成功したのがわずか1回だけということでね、まあ、ここまで激減するっていうのもねなかなか珍しいんですけどね、えー、そして6倍以降のこのお荷物出せんですね、特に糸原選手の当たりっていうのが全くなくてですね、ただキャッチャーのね梅野選手とかね、 え坂本聖史郎選手はね、まあ、割と数字打ってるんで、まあ2割5分以上打ってるんで、まあこのあたりっていうのは特にまあ審判予想っていうのはキャッチャー的には多分ないのかなと思いますね。なので、梅野選手がえスタメの時でも坂本選手がスタメの時でも、まあ個人的な話なんですけど、6分キャッチャーでも別に問題ないんじゃないかなと思いますね。で、一つ考えたのがね、えー、まあ割と1番大山選手も割と割 かなとは思いますねで、まあ、佐藤輝明選手を、ね、1番に、えー、添える打線というのも、ねまあ割とありかなということで早い段階で点を取っていく打線というのが、ね、個人的には必要なのかなと思って、えーまあ、1番ライト、佐藤輝明選手で2番、センター、近本浩二選手、まあ、ここあれですよね月通対策というところですね、まあ、2番が、ね、併殺打ってたんじゃない話に並んでね、えーまあ、ここをね 近本選手で、ゲ、え、ッ、ーまあ、月通対策をしつつ、盗、ま、塁、あの数もぜひ稼いでほしいなというところでねで。3番レフトは糸井選手で多分いいかなと思います。で4番が、えー、サード大山、大山祐介選手で。5番がファースト、えー、これが洋川選手になりますかね。まあ、今打ってるっていう流れでいきましたねで。6番キャッチャー、えー、梅野龍太郎、坂本誠志郎、まあ、どちらかでいいと思います。 そして、えー、7番セカンドということで、これは木南選手でいいのかな、うん、と思いますけどね、まあ、このあたりというのはね、小畑選手と、まあ、平になるかなと、個人的には思います。そして、8番にショート、中野拓夢選手ということで、まあ、い出せんで頑張ってほしいですね。まあ、ここら辺をね、しっかり、なんとか、こう、こう組み上げてほしいなというふうに思いますね。ということで、本日は最後までご視聴ありがとうございました。 ということで、うん、えー、セリーグバースト9連敗となってしまった阪神ですけど、いかにどう乗り越えていくんでしょうかね。今のです。ご視聴ありがとうございました。